痛い一番痛い本当に痛いみなさんこんばんはエゴさんのライブまだやってますか今日は普通に友達と遊びました 終わったよかったよかった日本に来たのこんばんは乗ったみたいよかったよかった愛想選挙やってたんだえー、いいなーアフタートークがあるんだそれ見てくださいぜひガチ制服ですよ <laughs> もうなんか疲れた <laughs> 一日疲れた 楽しかったんだよ楽しかったけどもうちょっと電源が切れる前です <laughs> なんかもう何食べてもベロが痛くて毎日さ今日こそは治ってるだろうって朝起きてるんだけど「卒業してもジェスト所属なんですか?あ」あそれは素晴らしい そうイブにね S 公演が発表されましたイエイそう当てますみんな当ててください今日のメイクめっちゃ大人今日おすすめなんですけど <laughs> チームコンの入場整理券番号が一桁だったすごっ 元旦にエゴさんのファンクラブ解説すごっなんかすごいね今日一日 <laughs> 待ってるやん昨日ありがとうございましたこちらこそありがとう今日はウニじゃんえすごいまた立ち見だったよ3回連続だったやば二24仕事ピュン ね今日はピーナッツではありますウニっぽいそうイブみんな来てぜひ夕方会念が配信で中坂私のこと好きかな私のこと一番です一番で好きでいてほしいのにって言ってたよだってちょっと重い重いなちょっと重い重いから考えます <laughs> 重すぎて考える 今日日は楽楽ししかった楽しい一日でした、はい、あの本当にちょっと本当に疲れてるねごめん <laughs>、うん、私は重く愛したいけど重く愛されたくないうん重く愛重いのは、うん、難しいなんかそういう重いのは嫌かもなんか私のこと好きって言ったじゃんみたいなそっちは嫌かもあの大好きをいっぱい言ってほしいタイプですね 晩ご御飯, <laughs> 飯も食べたからなんかもう本当にもう年限切れかけてるよね今日 <laughs> 朝配信レベルで頭回ってないもん <laughs> 失礼そ眠そうだねということ眠そうだよねやっぱ。 大好きがいいですね。大好きがいいです。ながちゃん、ファン思い思いでしょって、<laughs> ファン思い思いですね。確かに。すぐ寝そうだもん。本当にね。すぐ寝そうだよね。<laughs> 全然寝るだけじゃない。だってあんなにレスくれたじゃんみたいな。ね、重くあ重くっていうか、うん、愛をいっぱい伝えてほしいにゃん。と大好きひらがながいいです。そうそう。 歩き疲れたんかな,なんか名古屋から遊んでたんですけど帰りもなんかもう <laughs> あの座って友達が座ってて私立ってたんだけど寝,寝ながら立ってたつり革つかまりながらこうやって寝ててそう <laughs> やばいよねそんな感じでしたでも楽しかった何したかなもうずっと話してた <laughs> いつぶりにあっ八月7月末ぶりとかにあったんだけど7月末ぶりとかにあったんだけどねお友達とねそう <laughs> あったんだけど髪の毛がねすごい伸びてました免疫で遊んでそう楽しかった <laughs> なんか久ししぶりに制服着たし <laughs> ごめん制服来たわ嘘 <laughs> 制服着てお出かけしたしいやでも朝も待ってない制服着てお出かけしてそう JK がいっぱいいる場所に行った <laughs> そうそう気づいたらしあさってがコンサートらしい明日からもうコンサート始まるらしくてさびっくりしてるよさすがにやっぱまつ毛やばいね今日今日ギャンギャンだよギャン上げだよ今日髪の毛長いあ本当。 ア,ウトアップしか勝たん人混みに疲れたかもあそれあるかも私んかとあるお店に入ろうと思って結構空いてそうだったから並んでたんだけど30分くらい入れなくてめっちゃ待ってましたイルミネーションデートいやもう全然外出てない寒,く寒いから今日寒くないけどね今日前髪ねバッツンだよ喋ってるだけでも楽しいって青春ですねそうなんか私は友達と 遊ぶ時の一番の楽しみは恋バナっていうか人の話を聞くのが好きだから恋バナを聞くのが好きなんですけど残念ながら今みんなに彼氏はいないみたいで聞けませんでした青パーカー珍しいよねチャンピオンそう そう女子みたいやなって女子なんですけど告白させる感 <laughs> じた告白させるのが好きな人告白させるのが好きなわけじゃないですよ中ちみんなねでもなんかそのみんなの,この好きな人の話とかを聞くのはすごい楽しいのでなんかそう彼氏はいないんだけど好きな人とかその学校生活で。 ね、っていう話を聞くのが好きです <laughs> ねそうばんそ貼ってるのなんかさ10枚入りくらいのテンションで買ったら100枚入りでさめっちゃ荷物になった <laughs> 聞くとキュンキュンする感じキュンキュンはシン。キュンキュンはしん <laughs> けどなんかでも今日の話は今日は友達今日の話はなんかすごいあの新たな友達の一面を知ることができたというか キキュンキュンンはしなかったじ、うん、めましてかわいいということでありがとうございますそうまえまあ、まあ、そう友達なんかキュンキュンする話は全然してくれない <laughs> そうなちゃんは友達から聞かれないの聞かれないでしょ <laughs> 聞いたとてね何の話もできないですか提供ができないからそう <laughs> みんな絶品長古屋から帰れるということで気をつけてね そうそう学生時代の恋バナ習いからでもいいじゃないですかこっちはねそう提供できないから話を、ね、聞くしかできないから聞いて満足してますだからえ「まるまるちゃんは今彼氏とどうなん?」とかあでもそれで言ったら今日中学時代の同級生がそう男の子っていうか、まあ、多分彼氏なんですけどいるのを見ました見たっていうか なんか気づかれるかなって思って手振ってみたら気づいてもらえてそうでも彼氏といる時に手振んないって感じです,すいませんでも久しぶりに会えたからちょっとテンション高くなりましたあげあげ,あげでしたそうびっくりした理想の話とか理想の話かうんでも私はあのなんか思い思い 私が重いけど重くは来てほしくないでも大好きっていっぱいってほしいみたいな面 <laughs> 倒くさいタイプですそう偶然本当に偶然そうでだしもう中学卒業ぶりとかにあったから絶対気づかれないと思ったも気づいてくれたら嬉しかった求めます だからみんな大好きって言ってねイブの応援ユキさんの試合見に行くので応募することができないピンそれはユキさんのね応援してきてください皆さん家に中ちゃんいるって楽しそうということで呼んでみますか行ってあげるえ行ってはあげるか分かんないけど <laughs> そう行ってあげるかは分かんないけど <laughs> みんなから言われたい。 大好きって <laughs> 今日の長坂の美女いいからいっぱい言ってくださいやっぱねやっぱカラコン大事よ <laughs> カラコンしてる時の顔面の漏れ具合えぐいって <laughs> カラコンいいねということいいよね今日のカラコン目に透明感が出ます 今日もおかそう大好きありがとう今日美女いいありがとういつも可愛いですありがとうみんなからの愛が染みます心に調子出てきたよ今日も目覚めてきましたシャキーン <laughs> そうカラコンそう黒目がでかくなるやつですうちに来たら少し早いお年玉たくさんあげちゃいそうということでお年玉じゃんじゃんお待ちしてますこちらまで ティちゃんハッピーセットね買いたいよね <laughs> そう今日の触覚の感じあ本当にわーいサンタさんは信じてますか信じてませんって言うわけないじゃんサンタさんは信じるでしょサンタさんって信じてる家にしか来ないからね私の家にはもう来ません <laughs> 10日後ろになりそうですが友人から誘われて大門のホール行くことになりましたということうわー待ってますイェイエイェイイェイ そう <laughs> 信じてる。サンタさんは信じてるけどうちには来ません。<laughs> 走るメロスのメロスって犬やろうだって、うん犬じゃないな。<laughs> そどそうなの犬なの？違うでしょ。メロスはなんだメロスはなんちゃらかんちゃらになるまで走ったみたいなやつでしょ。 走れメロス見たことあるよ劇で小学校の整 <laughs> 理番号3桁泣いただって大丈夫大丈夫楽しもうねう一押しが決まりましてということで「十日の出演者の中にいます」ということ、まあ、こうやって濁してくることはってことは中坂ではないということ。 ケンタル <laughs> 何だっけわかんないよねメロスメロス知ってるあの知ってるよメロス <laughs> ガチ落ち込みからの目標は達成できそうですかというと達成します頑張るそもそも犬出てきたっけ私は人しか知らんなんかお女の人とお父さんとメロスと悪者がいるよね セルヌンティウスあそれ知ってるあ今日はいいユンカーの日ですね <laughs> マラソン走った人の話走った人マラソンなのあれマラソンなの <laughs> みんなこんばんは。 そう今日の夜ご飯はうどんであったんですけど最近うどんが食べたかったのでうれしいうどん食べれて美味しかったうどん <laughs> みんなもうどん食べてね <laughs> そうマラソンではないダイヤモンドホールわかんない私も行ったことないんだよね そう,まあ、そうですね金玲さんの鍋焼きうどんもどん兵衛のうどんも食べたいですけれどもうどんですキャパセンくらいだって。 この前はごめんなさいだって解決しましたなんかね言ってたよね確か明日ミフりのライブ行ってきます楽しんできてねえみもミフりのライブ行きたいかもそう名古屋のどん兵衛は美味しい味です ねえなんかみんな面白い話してよ振りが雑い無茶振りきたって「大喜利ですか?」って髪触れになりたいです <laughs> 関東も美味しい昨日遅刻してごめんなさいだって全然いいよー 今日後ろ多分ボッサボサだから見せれん <laughs> そうスコンの紅白もう一人ともうちょっ中ちゃん違うチームだったらどうしようということで中ちゃんの方応援してください <laughs> サッカーの話するか急に <laughs> のむち言うな会ったような気がするけど忘れた無茶ゃぶりすな <laughs> そうだハゲちゃんにさハゲちゃんとこの前遊んだんだけどさ <laughs> ごめんねちょっとみんなに振っといてさミやうどんが好きですけどあのハゲちゃんに あのパンダのしっぽは白いんだよっていう話をしたかったんですけどするの忘れてたパンダのしっぽが白か黒かみたいな話になってでパンダの尻尾は白いんだよって話で本当にパンダの尻尾っ,って白いんですけどでもなんで白いかを説明しようって思ってたのに忘れてたするの <laughs> ねえ悔しいよするの忘れてたじゃん。<laughs> パンダの尻尾は白いんですよ。そう。なんで白いのだって、なんで白いかって言うと、パンダの面白い話って知らないですか？パンダの面白い話知らない？<laughs> こうパンダの面白い話を知ってるからを知ってると、あっ、ってなるんですよ。そう。 そう面白い話ですよそうですよ知らないパンダの面白い話っていう知らないだから面白いんですそういうことです真剣に聞いてたのに図コってなりそうというと面白い,っいもっと面白そうにして <laughs> ねえもっと面白そうにして ハハハハってしてください。<laughs> 面白ーいリピートアフフ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 フ <laughs> あー、みんな面白いですよね。やっぱ中坂美優って、トークセンスあるんですよ。<laughs> 誰カオスとか言ってる人。それパンダじゃなきゃダメなの。いや、だ、パンダって、尻尾黒だっけ、白だっけってなった時に、いや、パンダは面白いから。なるじゃないですか。もうこれ以上この話させないで。 <laughs> そ,うそういうことです君ちゃんの顔面白いね <laughs> 顔面白いねと同じレベルあそういう感じそういう感じそういう感じシマウマ知らんよシマウマ知らんよ黒じゃね <laughs> ででなんでそれをハゲちゃんに話したか,かハゲちゃんが「丸ツクイズ」をしてて「パンダの尻尾は白いんだよ」っていう「白,い白だよ」って言ってでもハゲちゃんは黒じゃないって言って「なんでニャンニャンは白って知ってたの?」って言われたからこの話になる,なる予定でしたそうこれってパワハラではということ <laughs> ま真面目に聞こうと身構えたのに長坂のショールームで真面目なこと話すことがほぼないですから うちら時間があると○×クイズとか話しクイズばっかしちゃうから <laughs> 皆さんもおすすめですそうそうネットまともにコメントできるといういとイエイエイ しクイズではない <laughs> 忘年会のネタにしようとしたのにということネタにしてくださいよ中ちゃん真面目真面目じゃないですよ不真面目ですギャルなんでギャル冬休みはね来週からだと思う明日の会社の明日会社の上司に話してるかヘラヘラというか話してくださいはいちゃんは配信見てないです そう大喜利のくだりみんながおもろい話してくれれば全然このパンダの面白い話もう払拭できるんですけど <laughs> いかがですか今日メイク薄いのまあ濃いんだけど私の中では薄い方払拭って言っちゃうのねだってみんなみんながさ滑ったみたいな空気にしたんだよ反省して <laughs> 滑ってますからみんなのせいですオプションありますかやるとは言ってませんということでオプションは「アットマーク中坂みゆちゃん大好きラブラブチュッチュ」ですはいそんくらい余裕のゆっちゃんでしょ大好きだから今日駄菓子買ってきたんだった持ってこればよかったそう じゃあパンダの面白い話をしません <laughs> こんばんは手紙書きますねことありがとう待ってるよそう永ちゃんは雰囲気のことを「雰囲気」とは言わないかい言わないです雰囲,気雰囲気って言います雰囲気めっちゃ雨降ってるよかったこんな土砂降りになる前に帰ってきて三笠持ってなかったから今日。 そう昨日もさ冬ちゃんにあの別にボケたわけじゃないんだけどなんかちょっと伝わるかなくらいのテンションでちょっと小ボケをしたわけした伝わらなくて解説を求められてあ聞かなかっったたことにしししててくださいいお願いしました <laughs> なんか別にあのボケたとかじゃなくてね「丸○〇〇みたいにね」みたいなくらいのもう本当に本当に小ボケだったの。 <laughs> 本当にもうしょうもない小ボケをしたんですよでも伝わると思ったからフリちゃんにはでもそれが伝わらなくてなんか解説を求められてでもさ小ボケにか求められる解説ほど辛いものはないじゃないですかだからもう,もう聞かなかったことにしてくださいお願いしますみたいな <laughs> お願いしました そういや辛いよね。難しかった。難しかったじゃない。気まずかった。1ヶ月の契約更新は楽しみにしてます。うん、何の話かはしないですけど、そう。最近調子悪いよ。本当に。傷つけ傷つけられてます。みんなに。<laughs> いや、別に伝わると思ったの。本当に。 悔しい、ふいちゃん面白いから、リスペクトしてください、面白いよね、本当に。の <laughs> 姫ちゃんとかも、たまに本当に話通じなくて。辛くなる。な、なんだろうね、私がなんかちょっとマニアックすぎるのかな。ふいちゃんと大谷選手の。一千億円をどう使うかって、なかちゃん。とは、何に使うって言ったの。 何に使うっていう話はしてないですよ大谷選手が何に使うかっていう話をしてたの <laughs> 私は1,000億円あった何に使う何,何に使うとか考えられないよねはい早口で言い過ぎてないいやいやいやもうもう,もう戻さなくていいからその話 <laughs> いい切れれないさそうそれはそううはよでもあれらしいですね500円現役中に500億円えっと現役引退されてから500億円みたいな感じらしいですねそう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 投資したらまた増えちゃうかもしれないじゃん 大谷さんの1,000億円で日本人全員にうまい棒66本プレゼントできるらしいということですごっ <laughs> すごっミューチーズ味がいいねえ大谷選手と結婚したいということでね でもなんかプレッシャーすごそうじゃないですかもうなんかもうねス <laughs> <laughs> キーが買えるんではということねなんか大会とか開けちゃいそうじゃん中ちゃんなら何買う何買う ?1,000 億円で1億円あっても何でも買えそうだけどね <laughs> もうパンダの話は <laughs> ええってね名古屋城買えるかなでも名古屋城買ってもな <laughs> バンタリンドームで一週間ライブできるおお。 突っ込んだ <laughs> やめて突っ込んだに突っ込んでこないね <laughs> そうエスーカフェ確か作りたいね起業したい起業でも別にやりたいことはないけど起業したい。 名古屋城はいらないわけじゃないけど名古屋城を買い取ったとって別にそこで暮らせるわけでもないからねそうそう <laughs> やばいタワーカンさんやめてタワーカンさん 一新しいいお城建てちゃいそう確かに AKB 総選挙投票したら1人の子を1位にできるやんという確かに確かにでもさもう超大変だよ <laughs> 1,000億円分投票するってなったらさもうさ、ね、5,000万くらいは人を雇うお金とかにした方がいいレベル <laughs> <laughs> 何億当たったら SK やめますかって SK 別にお金儲けのために SK にいるわけじゃないから <laughs> 何億当たってもいますよいやでもうち夢あるな億当てたい結構、ま、マジで年末ジャム狙ってる。 <laughs> だから100分の1100分の1当てたい<笑><笑>えまだ買ってないこの前すんごい人だった宝くじ売り場の前。 ジャンボを買うアイドル買いたい。み今運ついてるから、その爆買いとかはしないですよ。もうなんていうんですか、一組くらい、<laughs> 一組くらい。 明後日が大安七日ですよというかこの前ねあれだったんですよ一粒万倍日みたいな確かそう <laughs> お前買い占めしないってば宝くじ買い占めって何やねん <laughs> 何億も持ってたらダンスで手抜くんじゃないだってだから <laughs> 何のために私がじゃあ逆にね、まあ、何億も持ってるとして何億も持ってるからダンスで手抜こうとならんやろ <laughs> 31日に当選開票ショールームしましょうか<笑><笑>やばすぎ高額当選したらえ誰にも言わないから親にも言わないから絶対に <laughs> 演技がいいい日に詳しい、ね、えでもすごかったのその日マジ宝くじ売り場すごかった <laughs> 絶対顔に出る、えー、でも大丈夫顔に出さないその話触れないから <laughs> 中ちゃんにだけ公開しますおー言いたくなっちゃいそうだってねめ何でもショールームで喋っちゃうからさ反省してます「中ちゃんの金遣い荒くなったら察しますね」察してください触れないの逆に怪しい余計怪しい あでもちょっとね高額当選したらあれしたいい服買いたいいい服買いたい, <laughs> い,い,い,たい当たったフリ配信 <laughs> 今日実はみたいな今日,今日めっちゃいいことあったんですけど ちと皆さんにには内緒しきますみたいな <laughs> そうもうなんかもうねやばいニヤニヤがちょっと止まらないんですけどでもみんなには言わないそうまあそうですねこのこの幸せはちょっとまあ誰にも言うつもりないんですけどでもやばいもうめっちゃいいことあったんですよ。 あお仕事系じゃないプライベートなんですけどプライベートなんですけどなんかもう夢かなみたいな夢かなみたいなことだったんですけど言わなーい <laughs> <laughs> そう,う <laughs> そう今日何の日今日何の日だろう見事 あったんですけど皆さんにはなかったですかなんか <laughs> 皆さん的にいいことなかったですか <laughs> きっと夢 <laughs> リハーサルはバッチリバッチリバッチリ <laughs> すごい演技力あと <laughs> は当てるだけそれの後は当てるだけ 25番めっちゃいいじゃんねえもうちょっとね <laughs> 劇場最善が最高のハッピーなんでわいいですね最高ですねこれ全全ファンの皆さんにやってほしい <laughs> インスタでおしゃれ投稿し始めたら怪しいなということ今でもおしゃれ投稿心がけてるから <laughs> ニヤニヤしながら怖いん <laughs> ラブ,リラ,ラブリノベーションでラブリノベーション近すぎてわからなかった本当の気持ち懐かしい遠い記憶が並んで歩いた大きな背中 <laughs> ねえもう。 <laughs> そうもうリハーサルは完璧 <laughs> 手のひらにお金が君を見つけた <laughs> 夢のある話する楽しいね楽しいなんか夢のある話してください皆さん 喋っちゃうの警戒して毎日アイドルやめそうだってでも意外とあの言っちゃいけないこと言わないタイプなんで <laughs> そうそう地下鉄じゃなくてタクシー移動しそううわーちょっとやだー最後のお見送りでお卒ばらまいてそうだって <laughs> ありがとうありがとうありがとう <laughs> 絶対ないから ポケモンパンやばいポケモンパンみんも好きだよでもいちご蒸しパンが一番好き <laughs> お見送りで絨毯引いてそうめっちゃおもろい <laughs> 絨毯引いてそうめっちゃおもろいえー、そんなくるみに食べちゃいたいみたいな発言を今日朝したらしいんですけどあのそれを届けるのやめてくださいるみんメールみたいなのに届けないでくださいくるみに惹かれるじゃないですか私が。 通知を見てニヤニヤしちゃいそう <laughs> ニヤニヤ <laughs> 一列目で発表しようやばいはいここで私から皆さんにお知らせがありますえー、私中坂美恵は宝くじ高額当選しましたみたいな <laughs> どんんな話したんだう <laughs> 食べたいと言ったのはアざあざじゃああざアざあざメールアズメールみたいなでもついてたのくるみんのハッシュタグもついてたしアザあズのハッシュタグもついてたからそう,もうただの11期にねドン引かれますからやめてください <laughs> <laughs> 嘘嘘いいよ全然いいよくるみんもアザあズも優しいのでみんさん見ましたよみたいな。 嬉しいですすて絶対言いに来てくれるんですよでよもあのた「食べたいは」はちょっと過激な発言だったなって <laughs> 過激な発言だったなって反省してます。と <laughs> んでかれる発言はしないでくださいという間違いない。 逆にミエちゃんがあゆかぴょんに言われたとしたら「えー、もう食べてください! <laughs>」あゆかぴょんに食べられたいもんだから言うとまた誰か,が3かハッシュタグ上村あゆかをつけてあのツイートするんですよあポストポスト <laughs> はい <laughs> 失礼じゃないはあやかぴょんとスタジオメンバーえ楽しかったあやかさんとちかさんの面白い写真持ってるけどあげていいか分かんないからまだあげましぇん。 意外と出現に注意した方がということでね。はい、気持ち悪がられたこないので <laughs> 気をつけたいと思います。青似合うありがとう。でもね青色着ると顔がすごい黄色になる。そう。ハムハムしたいってことあやかぴょんのほっぺを触りたい。<laughs> なんか昨日の中澤の靴下がなんかもう芸術作品みたいな靴下履いてて <laughs> なんかめっちゃおもろい格好しててみんなに笑顔になってもらえたから嬉しかったです <laughs>。いいよ別に切り抜いても。 いいや泣いてたんじゃんなんか哲なの衣装ってさすごい蛍光色みたいな衣装じゃないですかでも、まあ、このこの瞬間はもうメンバーと衣装さんしか見れないから、ね、あれなんですけどなんかもうインナー類も全部蛍光色なわけですよ哲名って靴下も黄色とかピンクみたいなのじゃんそうでさこう、まあ、ズボンのさなんか下から見えてるじゃないですかよくあれ <laughs> あれとかもなんかよう分からん色してるじゃないですか緑とオレンジみたいな,なんかそれになんか私は水色と <laughs> 黄色とピンクのラインが入った靴下を履いてたのオレンジも入ってるかな水色ピンク黄色オレンジみたいなラインがこう4本こうやって入ってる白靴下を履いてたんですよだからもうなんか蛍光色人間みたいな <laughs> 蛍光色人間みたいな色の服を着ててあ靴下を履いててでそれに上も全身蛍光色だったからなんかもう、ね、ただの蛍光色マンになっててそれでみんなに笑顔を届けました <laughs> そう中坂その靴下大好きなんですよもう足首まであってあったかいのであのその靴下好きなんですけどデザインだけがちょっとすごい蛍光色。 そう。テレビ出演は。撮影どれくらい前に教えてもらうの。未完全、結構早かった気がしますよ。多分ん。<laughs> そう。え、そのファッションリーダーや。エスで一番ダサい自信あるレッスン着とか。うん、含めてもろもろ。なんか最近おしゃれに。な日もあるんですけど、マジでダサい日と、おしゃれな日の振り幅がすごい。だから。 あのミレちゃんはいつでもレッスン着がかっこいいんですよ。すごいなって思います。そう。<laughs> 誰がおしゃれ？ミレちゃんはおしゃれですね。S だとレッスン着おしゃれだなって思うのは、うん、あひなのはおしゃれでした。うん。あとはみんな割と同じような格好してます。ゆ <laughs> ゆさんとかもおしゃれだったりするけど。 なんかミレちゃんみたいな格好をしてる S メンはあんまりいないですあみちゃんはおしゃれですねおしゃれな時もあるしこう可愛いい時もありますミゆちゃんは島村のジャージかアベールのジャージに <laughs> 最近は薄いトレーナーかペラペラロンティー写 <laughs> <laughs> メ送ってくれた判定しますじゃあちょっと次のリハの時に送るね今日のレッスン着だおうって <laughs> <そ>う <laughs> 学校のジャージのメンバーは見ないですね そうアミレイちゃんが中ちゃんのレッスン着,着てもおしゃれになりそうということでねいや <laughs> いや <laughs> 気合い入れていく日はおしゃれするあたまにありますよそれで言ったら FC ギフのフリーレの日 FC ギフのスタジアムライブのフリーレの日のレッスン着とかおしゃれだったと思うどんな、うん、おしゃれだったと思うとか あの大きいコンサートの前日リハとか大きいところでやるリハーサルとかはちょっとおしゃれでいく。 そうそう <laughs> 今日中坂さんどうしたといういそれはね思われん もなんか C っていうなら中坂はあのショーパンは履かないですレッスン着でレッスン,レッスンのときはどの靴履いてるのレッスン上用はニューバランスの桃タんとお揃いの靴です <laughs> と劇場用はアディダスですアディダスのね中坂らシューズ <laughs> 履いてます <laughs> レッスン着もおしゃれだよほんとにまぶしいまぶしいカメラとかが入るとおしゃれなのとかみね忘れちゃうのカメラが入る日でカメラがある日ってあんまりこう、ま、こういうのとかあんまキャラものとか着てっちゃダメなんですねで一回あのいやいやもうイヤイヤがもうバンバンって背中にも表にも映ってる服を着ていってしまってカメラが入る日に。 ででもその日はもうそのほかに T シャツがないからもうどうしようと思ってそう大 <laughs> 焦りしました。そう <laughs> もう五十分なの早くない？<laughs> もうちょっと今日もまだ話したい。 とやっと起きてきたのにね頭がねでは終わりたいと思いますイイパンダくらいから目覚めてそうそれなまた来てねうん終わります ワン、えー、マンサタランの音符ルルネコさんハートワンワンサタランの音符ラス,ルアスカさんかわいいワンワンサタランのレオナさんハート、えー、アンマンさん可愛い可愛いいワンワンサタランの音符水でさりムムウサギさんでインボピースサササササササイやっぱきょうめが可愛いいな、えー、センター系女の子さん雪の結晶限界杉さんハートレオナさんハートインコさん、えー、雪の結晶シルルルルンさん可愛い可愛い可愛い白ネコさんハートシルルルンさん結婚して 大間さん雪だるまインコさんだるま大間さんアイロブユー,ーシロルルルルンさんブラーボー、えー、ハムスターさん雪の結晶熊オーナメントえー、ランスラスカーさんハートルルネコさんハート大間さんハートこれはんだろう1億円 ?1 円だった <laughs> 1円札さんえー、アヒルぴょんぴょんうさぎさんハートえー、ストロベリーニャンコさんハートランスラスカーさんハートストロベリーニャンコさんハートハートハート白猫さん,さん雪の結晶 えー、ストロリンニョコさんハートハートハート,ハートアイアイさんクマさん、えー、ピースさんハートランスラスカルさんハートピースさんハート野球うさぎさん,ウウさんタラノムタラノオンブサカラスカルさんえー、なんだっけこれスノードームスノードームスノードーム <laughs> ピースさんハート野球うさぎさん野球うさぎさん タラの音符ストルベニアコさん、ハートピースさん、ハート野球サギさん、タラの音符センター分け女の子さん、熊マオナメントピースさん、ハートランスラスカさん、ハートピースさん、ハートシャアさん、アイロブユーピースさん、ハートルンルンネコさん、雪の結晶、ランスラスカさん、ハートピースさん、ハートワンワンさん、ハートトートイサギさん、ハートピースさん、ハートトートイサギさん、可愛いピースさん、ハートハートハート、ダンシンアヒルさん、アイロブユー、ウマルタンさん、紫のダルマトートイサギさん、ラブレタ、ーミジンコさん、アヒル、一円札さん、コバン、 えー、ピースさんハートハートルヌネコさんハートメイドメロンさん可愛い,いランスラスカさんハート、えー、メイドメロンさん可愛い,いストルリニャコマカロンさんえー、雪の結晶水よさりムンムンサギさん氷稲林氷稲林りん,りん <laughs>、えー、メイドメロンさん可愛い,いメロンクリームソードクマさん結婚してママさん雪の結晶リボンクマさんアイラブユーメロンクリームソルダードクマ違う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 メイドメロンさん結婚して ピースさんハート、限界カさん、かわいい結婚して、ピースさんハート、ランスラスカさんハート、ルヌネコさん、アイラブユー、メイドメロンさん、ユのダルマ、限界カさん、雪のケッランスラスカさん、ハート、ダシンガヒルさん、アイラブユー、ウマレタンさん、ミズルのダルマ、ピースさん、ハート、限界カさん、雪のケッピースさん、ハート、オルーさん、ハート、限界カさん、雪キダルマ、オルーさん、ハート、ランスラスカさん、ハート、オルーさん、ハート、自転車ラスカさん、アイラブユー、メイドメロンさん、アイラブユー、ピースさん、ハート、一円サスさん、えアヒル <laughs> 限界カイさんクマオナメント、えー、ストレインニョンコさんハートオル、えーおるさんハートピースさんハートオルーさんハートハート限界カさんラブレターピースさんハート限界カさんクマオナメント結婚してピースさんハート シアさん、雪だドルマ、ピースさん、ハート、リボンクマさん、アイロブユー、ランシェンヒルさん、アイロブユー、ランスラスカーさん、ハート、水ズさサリウム、ブウサギさん、雪キノケッシュ、ピースさん、ハート、ヤキウサギさん、タラのオープストベイニャコさん、ハート、ハート、ピースさん、ハート、ハート、ネコミミトリックアツリットさん、かわいい、ゲンサギさん、ハート、ルンルンネコさん、ハート、ヤキウサギさん、タラのオープ、限界サギさん、タラのブタラのオープ、ピースさん、ハート。えー。 ルルさんお花センター分女の子さんにきダるま、えー、ナッキーさんハート猫耳トリコイトリートさん小バンサッーラスカーさんブラーボー、えー、アンマンさんスノードームブブググさんハートピーさんハートありがとうございますありがとうございますそこにもギフト投げてくださった皆さんありがとうございますイェーイありがとう <laughs> ありがとうあの気づいたギフト読みするとめっちゃベロ痛い <laughs> そうしょちゃべってる時全然感じなかったんだけどねなんか今すごい読んでてあの今日滑舌が悪い理由はもう完全にベルのせいベル痛いから <laughs> では今日もたくさんのギフト改めてありがとうございます本当に消えちゃったやつもたくさんあると思うんですけど届いてますありがとうございます <laughs> では続きまして ええー、十二、十七、十三位から読みたいと思いますけど。今日中身七十三位は。デュ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 。ファンのオブタの <laughs>。さんです。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう,がとう。では、続きまして、二重から読みます。いきます。いきます。せーの、ルンルン猫さん。リボンクバさん。メイドメロンさん。 ツーさん猫耳トリックアトリートさんトートウサギさん,んモモタんコリラックマさんありがとうございますイェーイありがとう <laughs> ありがとうございますということで今日の20位から10位の皆さんですここでもパンダということで今日はパンダにねなんかラッキーでパンダラッキーで <laughs> ありがとうパンダということでね面白いですかということで。 続きまして十三位から見ます。十三位三ありがとうございます。あなたと私であイエイカさん。十二位三ありがとうございます。エスケになってきた元気娘。十一位三ありがとうございます。しゃーしゃーしゃー。十位三ありがとうございます。元気ウサギ。

せーのがろうさんありがとうございますがろうさんがろうさんということで今日も皆さん配信見ていただきありがとうございました今日の中坂の予想はえ朝配信の反省を活かしての1173でいきたいと思いますはいあの朝配信は711さだったっけなんかすごい覆ったというかなんかいつもと違う感じがしたので 今日逆にまた今回も予想を裏切ってくるのではないかという予想で1173でいきたいと思います。ということで今日も皆さん配信見ていただきありがとうございましたではいきますよ。ああああぶね マジで危ぶよかったということで皆さん今日も配信見ていただきありがとうございましたコメントしてくださった方星やギフトを投げてくださった方どうもありがとうございましたもしよかったらメールブログのチェック大富豪と小ル文のフォロームのほら t w i t t とインスタグラムのほら a m ロ l のチェックよろしくお願いします今日は皆さんと面白い話ができてやめていや面白い話とか言わないで今日は皆さんと楽しい話ができてすごいよかったなって思いました えー、これからも重いです重い愛を皆さんにあげるので大好きをいっぱい言ってくださいよろしくお願いします <laughs> それでは終わりたいと思いますえー、明日も夜配信だと思います、まあ、また違うようでしたらメール送りますそれでは終わりますせーのバイちゃんじゃんけんポンあめちいてほい間違えたほい今日の合言葉はパンダ バ <laughs> バイバーイ皆さんゆっくり寝てね月曜日だからさ疲れてると思うけどみんなゆっくり寝てねみもゆっくり寝ますいっぱい寝ますおやすみなさーい。